はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、神道武光というカード、実装されましてですね、このカードを使ったクソリッキーをね、1個ご紹介していこうと思ってまして、古き良き懐かしき図書館エクゾディア、めちゃくちゃ強化されております。やっていきましょう。この神道武光というカードがどういう効果を持っているかっていうと、ソミオンスターの攻撃が0ポイントアップして、でソミオンスターが直接攻撃で、ステートダメージを与えると相手のフィールドのモンスター全部破するという効果。1番2番使いません、今日は3番目を使っています。装備されているこのカードを墓地を送ってデッキから、妖刀、あ、じゃあ神と竹光以外の竹光装備魔法カードを、装備できると。これでですね、妖刀がね、装備できるんですね、デッキから。これ妖刀って、墓地を送られると竹光カード持ってこれますんで、結構小金色の竹光が持ってきて、そのドローソースに変換したりとか、あと、デッキをね、圧縮したりとかっていう動きができるんですけども、図書館が、王立魔法図書館が、魔法カードを発動するためにカウンターを置いて、3個になると、デッキ1枚ドローするってことがあるんですけど、結構ね、神道武光とか、妖刀武光が、バン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 、その武光カードを探しできるんで、割とその、発動する武光の回数も稼げるんですよ。はい。で、さらに、武光を装備しやすくなったことから、マジシャンズソウルズの竹光をコストにしてドローするっていう動きも結構簡単にありまして、これめちゃくちゃ決まります。だからマジシャンズソウルズでできれば、その妖刀竹光2枚ぐらい傍直という2枚ドローしたいですね。はい。そんな動きも簡単にできるようになりましたので、結構成功確率高いくなりました。ぶっちゃけ妨害なければなんか、ほぼほぼ決まる、7割型決まると言っても過言ではない。ちょっとウララとか無限フォールとかエフェクトベイラーとかその辺きついんですよ。ドロールとか。もうドロール最悪ですけどね、このデッキ。なんですけど、ちょっと、誘発がなければっていう、前提なんですが、ある程度決まる。誘発1枚ぐらいだったら貫通できるかもしれないですけど。はい。という感じのデッキになっておりますんで、早速ね、分回していきましょう。お友達とのなんか、お遊びのデュエルで使うのが一番いいかもしれないね。一発屋デッキみたいな感じで。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。これ図書館建立できそうっすね。図書館への建立はできそう。これ先にとりあえず王立魔法図書館建立します。で、まずイリュージョンオブカオスの効果でちょっとなんかソウルズ持ってくるわ。で、デッキトップ置いちゃうんで、即座にソウルズの効果発動して、自分特書館これで、こうして、ほんでですね、発動します。こっちですね。で、妖刀があるため、ちょ、うららやめて、マジでうららやめて、うらら本当にやめて、うららって言われたらこれもう詰むから。あぶねー。うわー、悪くない、悪くないよ。神道武光よ、神道武光装備で、先にワンドローか。ワンドロー、はい。王立魔法図書館からの、神道武光、あ、今、装備動画先やった。発動じゃないから、カードの。効果の発動だからね。これ、王立魔法図書館はカードの発動に、カウンター乗るんで。これ通ったら、マジ激アツだけど。通りそうじゃね？なんか、相手なんも誘発が持ってなそうじゃね？さすがにこれ、持ってたら、さすがにここ通したらやばいっていうのわかると思うんだけど、あー、やばい、これはね、さすがに決まった気がするわ。じゃあこんだけ分回ると多分いける。はい、優先権渡んでもないって。で、これはだから、こうして、で、さらにこれ、しかもデュアルサモン引いてるの強えな。あ、ちなみにこれデュアルサモンモルガライトでいいんじゃないかっていう説あるかもしれないんですけど、モルガライトだとソウルズの方が発動できなくなっちゃうんで、必ずデュアル様の方がいいです。これに関しては。はい。で、ですね、とりあえず、神道武光を装備しまして、これなんか、あれだな、引き強えな、俺。引き強い、今とドロソースしか来てないのかな。で、神道武光の効果で、妖刀武光を装備し直して、あ、なんか、一瞬、あれか、優先権渡ってんの、これ。で、ワンダーバンド装備しちゃっていいな、これ。ワンダーバンド装備しちゃってワンドロー入れてかな、これ。で、はい。これ強いっすね、この動き。で、先ワンドローして、はい。あー、サモプリ。サモプリは、
先出しした方がいいな。サマプリ召喚横向かせて、コスト強くなる可能性あるから、これ先ツードローの方がいいかな。先ツードローした方が良さそう。ワンダーワンド発動してカード2枚ドローしながら竹光の効果でサーチが入って、あー悪くないね、悪くない、悪くはない。でこれ神道持ってきて、まあまあでも言うてコストは変わんねえか、どっちでも。サモプリ効果、ねないもんね。チキンレース、チキンレース、まあ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 これでいいかな。まあちょっとね、ていうか横、あの横ってか左側の2枚腐ってんだけど、こんだけ引けてればなんとかなんだろう。しかもデュガレスもできるしな、これ最悪、最悪の最悪の場合デュガレスして、あの人形で2枚ドローしに行くこともできる。あー強い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 、これさすがにいける。あティアラメンツクシャトリラ、あやばい、ワンチャンカレイドハートとか出てきた、やばい、ワンチャンある、ワンチャンありえる。これディアラメンツクシャトリラ効果、特殊化が成功した場合自分と相手のデッキの上からカードを3枚墓地送る。あ俺危ねえ、これ絶対相手これエクゾディアパーツ落としてこようとしたでしょこれ。いやわかんないけど、相手これエクゾディアパーツ墓地に叩き落とそうとしてきてた説ない、これ。いやワンチャンあるよね、危なっ。あもう用途ねえか。まあとりあえず王立魔法図書館建立 2台、あの図書館建立できたので2台、2件建立できたので、さすがに強いですこれ。はい、無能煉獄発動。え、強い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 。いいよ。今んところディボルトいい。で、疑似空発動。オーケー。これ多分もういってると思うんだよな。もうね、この段階でね、図書館2台混流してて、2件混流してて、で、ドローソースもちゃんとあるんで、これでも、ああ、強い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 。終わった終わった。遊戯王終わり。遊戯王終わりです、これは。さすがに。さすがに遊戯王が終わりました。強すぎ。ああ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 、終わった終わった、遊戯王が終わった。はい、あオッケー、ああ強い強い、全部が強い。おいチキンレース発動、おいおいで角田乗る、どうする、はい、なんだな、このタイミングで打ちること、ああ全部パーツ来た、パーツ全部来た。で無能煉獄発動、はい、そろそろもうこれなんかもうもう次のあたり来ましたぞ。来るか、怒りの方が、怒りの方が来る、いや来ない、色は同じ、色は同じでした。さあリーチかかってます、今激アツリーチかかってます。そろそろ引けるんじゃないでしょうか。もうここで色使いまでもありません、全然来ないじゃん。あトップシア、トップシアワルタ、もうトップシア使う必要もない、もはや。はい、怒りの豪華に焼かれて消えるんだな、ティアラメンツクシャトリラバカブラってるな。エクソードフレーム、どうもハイパーライブラリアンです。これ相手のなんか妨害のさ、用意する妨害によってはさ、ワンチャンなんかあのドローするだけだから関係ないっていう説ないですか。うな、え、やばい、同じタイプのクソリッティの匂いするな。これなんか無の煉獄入ってる時にまともらできないからね、基本的に。え？ワロタ、パーツ4枚揃ってる相手、危ねえ。これ同じタイプの、同じタイプのクソレッキやったなんじゃないのこれ、相手。相手危ねえ、4枚揃ってたんだ。初手先行エクゾディアゲー、これエクゾディアミラーってことですね、これ。つまり、これは、これちなみにトップシェアはさすがに、いや、これはもうサモプリしかねえな。サモプリしかねえわ。トップシェア最強でね、無の煉獄でトップシェアに置いたかと引けるんで、これ、あまりも強いと言われていますね、これ。はい、これ、真実の名のみたいなことできますから。トップシェアと真実の名のコンボ最強ですからね、皆さん。よかったら、使ってください。はい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 、はい、いいでしょう。無念発動しまして、まずは、サモンプリストを、特殊、持ってきて召喚。で、サモンプリストの効果。ちなみに俺もこれまあまあてことは終わってるぞ、そこそこ終わり散らかしてる、これ決まるかわからん、これ俺もてことはエクゾディアパーツ全捨てからの
なんかサモンプリーストビートみたいな始まるかもしれない俺。もしかしたらやべ、ガチでやべえ、普通に止まる可能性いずある。ちょっとじゃあドロソス、ドロソ、ドロソカモン、ドロ、あーえ、いやこれでもこれ出して、だってこれ出してさ、ドロー捨てるしかない、もう内手の小槌捨て投げ捨てるしかないの、これ内手の小槌投げ捨てるしかない説あって、で手札が減らないためにはマジシャンスロードの効果で義軸と小槌を捨ててカード2枚と、いやギリ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 の戦い、あまりにもギリギリの戦い。ホワイトもミッション消化が目的なのか全くサレンダーしませんね。これ何なんでしょうか一体全体。さあ、いや、あ、いや、やばい、え、え、これ止まった、え、神道竹光、ちょっと待ってくれ、え、これドローに変えられんのか、妖刀にして、で、まあ妖刀にするわな、はい、妖刀にする、あ、で、一応妖刀でもう一回、回数稼げんのか、いや、下マーカーの方がいいよ。魔法使いはもう足りてるから、下マーカーでいいと思うんだよな。でもこれ下マーカーの方が良くて、で、リンクリボーを出して、で、妖刀効果、で、神道を、やばい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 、これマジでやばい、で、神道発動、ちょっとこれガチめにやばいっす、先生。先生、ガチめにやばいっす。で、これもう一回妖刀、いや、これギリギリだぞ、マジでギリギリ、ギリオブザイヤー受賞した人、これマジで。でこれダルク打つし行くしかないでしょ、ダルク行くしかない、はい、ダルクは相手のエクゾディア嫁やらせるからワンチャンある。でこれで神道竹光、いや神道竹光結構仕事してるぞ、結構仕事してる、はい、で1枚ドロー、ちょドローソース来い、これ先こっちか、先こっちだ、先こっちで妖刀装備したからだな、妖刀装備したらやばいから、こっちで装備して、で1枚ドローして、これで、あ、やべ、間違えた、俺なんで竹光こっちに装備した、いやばあちゃん、まだワンちゃうぞ、なんでこれさ、なん、やべえ、これダルクに装備したら間違ったって俺、これダルクに装備したら間違いじゃね、これだってさ、ダルクリンクソンにしないとさ、やべえ、これはね、これはやったかもしれんぞ、ちょっと封印されしエクゾディア蘇生するしかないな、封印されしエクゾディア蘇生するしかない、カウンターがあと1個たまらない、やばい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 、やばすぎる、あかん、マジいいことが起きた、ちょ、なんで俺、妖刀こっちに装備した、いや、諦めるな。諦めるんじゃない。諦めたらそこで試合終了だからな。マジで。遊戯王は諦めたらそこで試合終了。スラムダンクと同じよ。安西先生は言っていた。諦めたらカウンターやばい。諦めたらそこで試合終了ですと。言ってました、安西先生は。そして、三井久志は言っていました。先生、俺、バスケがしたいですって言ってました。リュウ様言いました、先生俺もう遊戯王したくありません、したくないよかい、いやしたくないんかい、これでランク4するしかない、召喚デュアルサモンが生きてる、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ入れといてよかった、マジで入れといてよかった、はい、でカード2枚ドローして1枚捨てる、これパーツ切ったらやばい、2枚とも頼む、いや、ある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 よ、まだあるよ、まだあるまだある、なんだこの謎の自分対自分みたいな、ある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 よ、全然全然ある、全然あるから、ほらマジでね、諦めたらすごい試合終だから本当に。でセレーレに装備して OK
で、これね、もうね、黄金色の竹光はね、もうね、俺のプレミによってね、すべてが無に帰したので、忘れてください。黄金色の竹光引いても意味がありません。よし。あるよ。あるよ、あるよ、全然あるよ。あるよ。あるよ、ある。で、これでチキンレースの効果コピーして、いいぞ、しかもチキンレースと、疑似結果の来る順番もな、まあまあいいぞ。で、無の煉獄も来た。さらにカードを1枚ドローしていく。オーケーオーケーオーケー、いやいや、やばいやばい、やばくなってきた、やばくなってきた、やばくなってきた、助けてくれ、頼む、ドローソース、オッケーオッケー、ギリ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 繋げる、希望を繋げる、よし、もう揃ってしまえ、もう本体来てしまえ、封印を解け、よーし、よし、ボケが、これが遊戯王マスターデュエルだ、どうやら理解したようだな、これが怒りの効果、エクゾードフレームだ。